はい、こんばんは、響きテクのポッポです。ちょっと今の今までちょっとベッドに横になっていたので、ちょっと髪の毛がぐしゃぐしゃですみません。はい、今日はね、平日でね、私今仕事が、週1出社っていう形で、まあ、平日の週4日は家で仕事をしてるんですね。で、週1回はね、会社に行ってるんですけど、普段ね、やっぱり家から出ない分、めちゃめちゃ疲れました。今日はね、そんな出社日でした。はい。まあ、私は音楽たくさんやってますけど、基本的には会社員なので、はい、普通に働いてますし、はい、そうですね、という感じで。今日は、ジュノ DS のね、お話をしていきたいんですけど、で、あんまり今までフューチャーしてなかったオルガンに関してね。そうで、私もこのジュノ DS を使って大体8年ぐらい今経つんですけど、オルガンの音ってもうほぼ1種類しか私使ってないんですね、今まで。そうでも、なんて言うんだろう、ジュノ DS のハウトゥー動画みたいなのを見てもこの音が使われてるっていうくらい、やっぱこの音が一番使いやすいかなって思ったのがこちらです。わかりました、信頼します、この音です。なんて読むんだろう、なんて読むと思います？パーキーツインビーじゃあ、わかんない、これ読んだことない、もう字面で覚えてる。もうこれを私はもうずっと永遠に使ってます。私は基本的にポップスのね、バンドをやることが多いので、はい、そうですね、だからこう、なんだろう、低いとこでバッキングを取るっていうよりかは結構ソロを弾いたりすることが多いんですけど、結構埋もれにくいというか、明るい感じのね、オルガンで、すごい使いやすいんですよ。はい、私もまあレコーディングでも結構使ってきたし、ライブでもね、結構使うことが多い音で、すごくいい音です。はい。なので、なので、なんだっていう感じなんですけど、ただそれをね、今日言いたいなと思ってました。はい。はい、そうですね。ちょっと見てみましょう。あ、これもね、使ったことある。結構アタックがないですね。調子悪い、さっきから顎がパキパキ言うんだけど大丈夫かなこれそうだね、なんか使いやすさを考えるとやっぱりこれがね、いいんだけど、今ちょっと触ってて思ったんだけど、このパフオルガンっていうのを過去に使ったことある。そう、これオルガン、なんかフルートみたいな音なんですけど、これパフオルガンっていう音です。
はい、ということでね、本日はちょっとオルガンのお話をしてみました。ちょっとなんか耳の調子が悪いんで、ちょっと動画耳と顎の調子が悪いんで、ちょっとこれの辺で動画終わりにしたいと思います。それでは、みんな、またねー。じゃあねー。